たまたちょっと変わったところでやりたいと思うんですけど、いやいや、まあアイドラップ入れちゃったんだよ。アイドラップ入れることねえのか。とりあえずここ抜けるもんね。まあちょっとな、ほんとぼっとりだな。見えない見えない。はい、くれ。コリコリだろ。待ってやったらコリコリと思わなかった。こんな。ほら、六軸だよこれ。やばいやばいやばい。じゃあ、ちゃんちょっと俺の方に来て、そこで抜けようかなと思ったんだけど。まあね、正面だからね、なんとかね抜けられると思うんだけどね。逃げないよ、よく言ってるよ。おお、やばいやば。おお、セーフセーフ。ああ、やばかった。やばかったやばかった。おお、やばかった。よく抜けたよ。ああ、俺ぶつかったかなと思った。ね。あれね、六軸でやっちゃダメだな。うん、だからちょっとのあれでもほら微妙に動くじゃん。今これ六軸なのよ。うん、なんだそれ、先に教えてくんねえんだもんな。いや、六軸からやった方がいいんじゃないのとかね。ねえ、本当だよ。今3、結構下がるね。ああいうほらパッて行った時に結構ね焦ってオーバーコントロールになっちゃうのよ。さて、じゃあどうするかな。じゃあね、もう一回窓をやってこっちに出ましょう。ね、右から入って左から出る。残念でした。バッテリー。さあ、今度は森林浴フライトしましょう。やっぱりローターが二重になってんな。
の周りもなんかまとわりついてんな、虫が。虫を追っ払ってほしいな。このね、目の周りにね、虫がね、またいるのよ。なんとかなんない？いやいや、それどころじゃなくて、この虫がね、あー、電池がない。